どうも、チュータです。明けましておめでとうございます。本日は久しぶりに新商品が届いたので開封していきたいと思います。その商品はこちら。ロイヤルサブジェクトの TMNT。クランゲアーケードダメージアンドロイドです。こちらスーパーカメ忍者伝に登場するクランゲのダメージが蓄積した時の状態を再現した、なかなか狂ったというかマニアックなフィギュアです。ではね、気になる中身の方を見ていきましょうか。取り出すと中身がこんな感じ。よし。思ったより重量感があるね。触った感じ、マーベルレジェンドに近いのかな。すげえな、スーパーサイヤ人みたいなアンドロイドボディだね。まずは頭部、この独特のおっさん顔がこの色でも分かるぐらいしっかり再現されていて、片やこのサスペンダーの部分もゲームアレンジで、この脊髄なんかも機械的に、結構上半身には機械的なアレンジが強めですね。こんな感じでヒンジが入ってて半分に分かれて、ここからクランゲを乗せてあげることができます。そしてここはちょっと気になるんですけど、クランゲのこの足って、これがもう完全に固定で取れないですね。これはちょっと取れるようにしてほしかったよね。そして下半身はこんな感じで、下半身はそんなにアレンジは入ってないかな。靴底もしっかりディティールが入ってますね。そして可動の方が、頭部は360度回転しそうかな、あ、するね。そして上下はほぼ動かない。そして腕が前後にスイングしますが、そこまで可動に影響はないですね。そして水平には全く可動が仕込まれていないので上げることができず、回転は肩パッドが干渉するので前後とも水平までは上がらないですね。こんなもんかな。そして二の腕で若干左右に振ることができ、肘がね、曲げるとこんな感じでミサイル、ドリルミサイルみたいな、マジンガー Z みたいな状態になって、ちょっとブサイクですよねこれ。そして手首は動かない。で、首はまあ一般的なフィギュアと同じような可動です。で、腰はこのパンツの上の部分で回転させることができて、足も可動域は相当狭めですね。はい、クランゲのアンドロイドボディに可動を求めてはいけないようですね。膝もこんな感じで曲げると不自然な感じになります。そして足首は前後と回転、こんな感じでやっぱり可動はどうしてもいまいちになりがち。
はい、それとクランゲ本体はこんな感じで、この手の部分は回転とスイングを両手ともさせてあげることが可能です。そして基本成形色で目とこの歯と舌が塗装されております。そしてアンドロイドボディに乗せるときはこの手を引っこ抜いてあげて、こんな感じで乗せてあげることができます。そして交換用の握り拳に斧にドリル、さらに銃に刀、こんな武器ゲームで出てきたかな。まあでもかっこいいからよし。はい、最後はネカ版と比較、大きさはどちらもだいたい23センチぐらいかな。ネカ版の方がほんの少しアンテナの生え際が、こちら頭頂部でこちらおでこから生えてるので、その分こちらの方が高く見えますし、肩の位置も若干ネカ版の方が大きいですね。以上、クランゲアーケードダメージアンドロイドの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。さようなら。バイバイ。